JYJ ゼジュンの DJ タイム。さあ今夜から3日間のコーナーです。 JYJ のキムジェジュンの DJ タイム、彼が DJ をやってくれます。ジェジュンは日本での活動が本格的にスタートしてどんな気持ちなんでしょうかね。そしてジェジュンにとって日本はどんな存在なのか、これからも日本のファンはジェジュンにちょくちょく会えるといいなね。この番組にもアルバム内の曲のリクエストもたくさんもらってます。アルバム WWW はどんなアルバムなのか今夜教えてもらいましょう。 K-POP なお聴きの皆さん、 DJ のゆうかさん、こんばんは、キム・ジェジュンです。いや本当に嬉しいし、久しぶりで日本のファンの皆さんにお会いできてすごい嬉しいです。日本って僕にとっては第二のふるさとですね。そうですね、多分いろいろと皆さんとよく会うきっかけはできると思います。今回はやっぱり新しく挑戦した、ロックテイストのアルバムなので、僕もすごいすごい気になる、そして皆さんからのいい反応を受けてもらって、すごい喜んで聴いてるアルバムですね。一番最後のトラックのパラダイスっていう曲を聴かせたいです。皆さん聴いてください。パラダイスっていう曲は、ファンの方々に向けて伝えたいメッセージが入ってる曲なんですね。で、僕がとりあえず作曲した曲で、多分全体の曲の中で、全曲の中で多分1番2番目ぐらいに好きな曲なんです。パラダイスっていう曲は。それではジェジュンのアルバム WWW からパラダイス聴いてください。また明日もよろしくお願いします。バイバイ。すごい落ち着いた DJ タイムでしたね。日本は第二のふるさとと嬉しいことを言ってくれました。ちょくちょく会えるかもってことで、また期待して情報待っててくださいね。じゃあこの曲でジェジュンのメッセージを受け取ってください。アルバム WWW からパラダイス。